次が一番大事やろうな。これが一番大事です。フリーナの主力になるでしょう。テンプサロンソリティア、サロンソリティアのたちのゲストたちを招き、フリーナのショーを盛り上げる。フリーナの現在のアルケーの属性によって、サロンメンバーか多くの水の歌い手がゲストとして召喚されます。はい、フリーナが黒か白かによってスキルで召喚される生き物たちが変わる。黒のフリーナの時ウーシアですね。ウーシアか船馬かちょっとわか私わかんねえからいつも黒って言ってるけど、いいよね黒フリーナ。黒フリーナの時は3匹のなんかゲストを招きます。歓喜の輪を飛ばして HP 上限を元とした水範囲ダメージを与える。そしてサロンメンバーのまん丸タコ姿のジェントルマンアッシャー、タツノコ姿のシュバルマラン夫人、ヤドカニス姿のクラバレッタさんの3体を召喚する。すげえ、ちゃんと名前ついてんのいいよな。一匹一匹にちゃんとクラバレッタさんとかね、シュバルマラン夫人とかジェントルマンアッシャーとか名前ついてんのおもろいわ。でこいつらがまあなんやろな、フィッシュルのオズとかシャンリンのグオパーとか、まあ、ヤエミコの桜みたいな感じで、まあ、場に出て一緒に連携して攻撃してくれる接敵型のスキルですね。このこれだけだとちょっとダメージ感覚わかんねえけど、こんな感じ ?3544、780、2001、1439。火力まばらなんかな、まあ、どんぐらい強いんだろうこれ。なんか見た感じわかんないし、ダメージ感覚もわからんね。まあでも設置で水元素を消えるということで、まあ、めちゃくちゃ強いと思います。で、さらにね、昨日私の配信見てた人は気づいたと思うんですが、フリーナのこの元素スキル、クールタイムが判明しております。発表します。クールタイム、これ20秒です。長えな。長えな。長えな。でも驚け。持続時間にもったいない。持続時間これ、30秒です。原神で一番長いスキルだと思う。あ、アルベドもそうか。継続時間30秒あるんだけど、やばない?と、クールタイム20秒。あ、マジか。クソ長えなってなるんだけど、これ持続時間30秒あるから、一回使っちゃったらもう、何もせんでいいのよ、フリーナ。すごい便利よね、これ。30秒はね、マジで頭おかしい。これスキル扱いだから、普通にあの、洗顔4セット持たせて、洗顔4セットってさ、あれやん。チームの誰かが、控えでもいい。スキルでダメージ与えたら、チーム全員の攻撃力 20% でしょ。それが30秒間続きますからね、洗顔4セット。いろいろやばいんよな。フリーナでスキルポンって置くだけで、チーム全員の攻撃力 20% 上げられる洗顔4ビルドとかも考えられるし、このスキル、ちょっと継続時間30秒あるの、いろいろやってます。ちょっとめちゃくちゃ長くて。この時点で使いやすいっすね。続きまして。あ、細かく書いてあるわ。サロンメンバーは一定時間ごとに近くの敵に攻撃を仕掛ける。で、場に出てるキャラクターのターゲットを優先的に攻撃。だから今、キャラクターが殴ってるキャラに、まあ、水元素攻撃をしてくれる。あ、書いてあるね。HP 上限を元とした。はい、確定。フリーナは HP 使うキャラ。ってことが、これでもう確定ですね。ヌビレットとか、イエランとか、キャンディスと一緒で。フリーナは攻撃力使いません。フリーナの攻撃力は1でもいいです。とにかく HP。HP どんぐらいあるんだろうな。HP3、ちゃんと上げたら3万5000とかいくかな。今、原神で HP の量が1位のキャラ、ディシアだっけ ?2 位がフータオか、今。1位フータオだっけ、あれ、どっちだっけ。いや、フリーナ HP、基礎 HP の量気になるな。まあ、HP があればあるほどダメージ出るようになるんで、まあ、ちょっと HP の量気になります。もしかしたら HP ランキングの1位が変わるかもね。神様だし、やってくれそうな気はする。はい、そして効果。サロンメンバーが攻撃するとき、チーム、全員、まあ、周りのチームで HP が半分以上いるキャラがいるとき、HP を消費して威力を上げます。で、その HP 半分以上のキャラが1人、2人、3人、4人以上の時は与えるダメージが 1.1 倍、まあ、110%、120%、130%、140% となるという感じです。だからこれあれなんやね。こうやって連、ババって攻撃してくれてるんだけど、これでチーム全員の体力がちょっとずつ減ってってると。まあ、どれぐらい減るかわからんけど。予告番組見た感じ全然減ってないけどね。ほんまにちょろっとだけ減ってた。で、これの何がやばいってさ、体力削ってくれるじゃん。しかもチーム全員じゃん。で、しかもゆっくりちょっとずつ削ってくれるから、このフリーナのスキルでね、これもね昨日気づけたんだけど、このファントムハンター4セットがね誰でも使えるようになりました。今まではそのファントムハンター4セットってさ、あのヌビレット、リネ、リオセスリがまあ
素で使えるキャラたちかな。で、あと、列会かパーティー自称できるようにして、プータオで使ったりとか、まあ、それぐらいちょっと無茶しないとファントムハンター4って、まあ、使いこなせるキャラ限られたんですけど、フリーナがね、場に出てるキャラクターの HP を消費して威力上げるっていうこの効果があるおかげで、もうフリーナと一緒に使えば誰でもファントムハンター4セットが使えるようになりました。誰でも回収率 36%。 やっちゃったね、うん、これね、フリーナね、原神の世界を変えます。最適、いろんなキャラクターが最適生物フリーナと一緒に使ってファントム4になる可能性がある。例えばレーザー、レーザーはまあ武器末路で攻撃力上げて生物ファントム4にしてフリーナと一緒に使って回収率 36% 上げようとかね。特に星4キャラクターは会心欲しいキャラ多いですから、うん。縁比とかもファントム4にならん？どうだろう？いろんなキャラクターがファントム4になると思うよ。突破ステータスが会心じゃないキャラクターたちでアタッカーのキャラとかは、クレイとかファントム4なるくね？クレイ、ファントム4。タルタリア、ファントム4。アルベドファントム4いける？ 2 セット腐っても別にいいよ。会心率 36% 上がるなら嬉しい。いや、でもアルベドは果敢4が合うか。クレイファントム4全然ありだと思うし、タルタルファントム4ありだし、レザーファントム4ありだし、エンヒファントム4はめちゃくちゃありだと思うし、これね、環境変わります。やばいです。うん。やばいです。もう時代はファントム4セットでフリーナと一緒に使おうという時代になる可能性があります。ファントムライデン、ライデンはさすがに絶縁じゃね。さすがにうん。絶縁強すぎるもん。ちょっとあのライデンと相性良すぎるから。よい意味はどうだろう。マシ攻撃力ベネットで上げるしなって考えて、会心稼ぎたいからファントム4、まあありだと思うわ。うん。とりあえず、いろんなキャラクターがね、ファントム4とフリーナを一緒に使うっていう選択肢が生まれるので、ちょっとやばいかもしれない。うん。もちろん体力半分以上ある時に減らすっていう条件もあるので、ちょっとパーティー編成工夫は必要だと思いますが、なんかフリーナの効果でね、一気にファントム4を採用するハードルがめっちゃ下がって、誰でも採用可能になって、うん、いろんなキャラの一番手の生物になる可能性があります。環境が変わりますので、皆さんぜひフリーナ引いて、これからファントム4の厳選始めてもいいかもしれませんね。めちゃくちゃでかいです、これは。うん、やばい。やばい。語彙力ない。で、さらに、これだけで、黒だけでこんだけ話せました。続き、白です。フリーナが、白のフリーナの時は、スキルが、この、多くの水の歌い手っていう生き物を召喚するようになります。で、これがね、まあ、ヒーラーの効果ですね。多くの水の歌い手を召喚し、HP の量、HP 上限をもとに、周りの HP を一定ごとに回復すると。うん、回復量どんぐらいだ？これ見た感じだとちょっとなんともわかりませんが。うん、ということで、まあ、フリーナは、黒のフリーナでサブアタッカー、設置火力。白のフリーナでヒーラーという、まあ、2つの役割を担える欲張りキャラになっております。ちょっと、まあ、神様だからか、やけど、なんかめちゃくちゃやってますね。まさかね、両方できるとは思わんかったわ。水の神様、水といえば回復だし、ヒーラーでしょ、みたいなことを3年ぐらい前言ってたと思うねんけど、まさかヒーラーにもなるしね、火力も出せるなんてね、めちゃくちゃだわ。で、こちら、サロンメンバー、黒の方やね。で、白の方、水の歌い手は、継続時間を共有します。まあ、どういうことかっていうと、スキル継続中にね、あの銃撃使ったらフリーナ切り替わるし、その時にね、場に出てるキャラ、スキルも変えることができます。今黒だけど銃撃使ったらスキル継続中に白にできる、うん、これいいよね。なんか今回復したいんだよっていう時は黒の状態で銃撃振れば白にできるから、うん、だからずっと黒とか白で固定されないっていうのは結構でかいかもしれない、うん、てかでかいかもしれないとかでかいね。ということで、まあスキルクールタイム20秒、継続時間30秒で、まあ、黒と白を任意のタイミングで切り替えることができると。で、さらに、まあ、またやばい効果で、まあ、やばいかどうかわかんないけど、スキル継続中、フリーナは水面を移動することができます。うん、なので、まあ、クールタイム20秒、持続30秒で海を渡れる。持続時間30秒ありますから、まあ、10秒間は猶予があって、まあ、その10秒の間にもう一回スキル使えばずっと海の上を渡れると。うん、永続で海を走ったり歩いたり海を渡ることができます。これはもう、まあ、海渡りに関しては最強ですね、うん、海渡り最強ランキング1位フリーナやね。で、2位が綾香になるかな、うん、これはもう、ま、クソ強い。まあみんなフリーナ引いたらリーウェから稲妻まで走っていくんやろうな。
走っていくかな、別にただ走ってるだけになりそうだけど、うん、ちょっと走りたくもなるかも、うん、でどうなんだろう。でもココミンの強さはね失われてないと思うわ。この爆破白の方でさ回復できるじゃん。でこれね周りに水元素つけるって書いてないんだよね。だからもしこの白フリーナはね多分回復できるだけで周りに水元素つけたりとかはできないと思う。もしこれで周りに水元素もつけれたらちょっとココミンの完全上位互換になりかねなかった、うん、ちょっと危なかったね、うん、だからココミンの、まあ、スキルクラゲポンって置いてあの回復しながら水元素を元素付着クールタイム0秒で、ね、供給し続けて、まあ、凍結とか開花パと相性いいよっていうココミンの強みは失われないので、まあ、そこは安心していいんじゃないかな。いや、わかんねえけど、もしかしたら白フリーナで水付着するかもしれんけど、もしそうならちょっとココミンやばいかも。まあまあ多分大丈夫、原神はそんなことしないと思います、うん、着いたらちょっとやばいね、まあ、付着量にもよるけどな。ということで、まあこれがフリーナの主力になると思われます、うん、あ、主力になります、なると思われます、ってかなります。なんでかっていうと今日はだいぶ後の方で触れるけど武器の情報も出たんですよね。で武器の効果的にねフリーナはもうスキルがメインのキャラって判明したので、うん、まあ、フリーナはこの黒フリーナがメインでサブアタッカーでめっちゃ火力出してくれることになると思うわ。期待だね。お前私と勝負や。ペロ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 。あーいいね、いいよ。あー恥ずかしい。バイバイ。